暖かくなったので、畑の準備を行います。まずは、何するんじゃ。とりあえず、トルコキキョウの苗にたっぷりとお日様を拝ませてあげます。今まで、日向とは言っても寒そうじゃったもんな。ついでに、種まきを3週間ほど遅らせたせいか、今年の発育は昨年ほどではありません。ここでの3週間はかなり違うな。昨年はケースを変える必要があったけど、今年は全くなしか。というより、根腐れでかなりの数がなくなりました。特に、自家採取の種は植え替えが、いい加減だったため、ほぼ全滅です。自家採取じゃから全滅でもええけど、定食時期の実験はどうなる？白いトルコギキョウが結構あるんで、それで試します。しかし、冬越しは完全に失敗じゃったな。おそらく、湿度が高すぎたんでしょう。カビが生えて、全滅しました。ただし、知り合いの話では、脇芽が出てうまくいきそうとのことです。その人は、ビニールハウスを持っとるみたいじゃからな。衣装ケースじゃ比較にならんか。仕方ないですな。続いて、畑にある菊の苗を採取します。あらかじめ断っておきますが、家庭菜園レベルというのをご了承ください。断る必要があるか。単純に、作業時間の制約が大きいため、通常とは異なる栽培方法を行っているからです。どういうこと？まず、畑全体の様子です。昨年の菊が枯れた状態で未だに立っています。通常はどうなん？本来であれば、12月くらいに根元から20センチほどで上をすべて切断します。春先に出る冬至芽に多くの栄養を集めるためだと思います。なんで、やらへんねん。理由はですな、小規模の栽培で、同じ畝にいろんな品種を植えとると、区別がつかないからです。ですが、枯れた状態でも、残っていると種類の違いくらいはわかります。そらまあ、根っこを並べられてもわからんわな。で、ここから苗を採取します。通常は挿し木を行いますが、休日しか作業ができない状態では、畑の準備を行いながら、挿し木の管理はとても無理です。そこで、冬至芽の中から、扱いやすそうなものだけを選んで苗にしています。苗の採取と畑の準備が同時じゃもんな。暖かくなると畑を敷くが、その時期にならんと芽が出んもんな。ということで、我慢するものは我慢します。続いて、我慢するものとして品種が挙げられます。適した品種があるんか。一番のポイントは開花時期です。菊の盛りは秋じゃよな。ですが、秋菊は諦めます。なんでや。9月の農繁期がかなり大変というのが理由です。どんな風に？9月にもなれば、株がかなり大きくなり、勢いも増しています。この時期に週に 2、3回は芽かきをする必要があります。できんか。人によりますな。どんな風に？土日で畑の準備をしつつ、芽かきができるかどうかです。できんかったらどうなるん？菊がうねり始めます。昨年は珍しくうまくいきました。ですが、通常は土日に畑を引いて、畝を作るだけでタイムオーバーになります。他は何もできんか。これが、夏であれば、仕事から帰った後、しばらく作業ができますが、9月ともなれば、仕事から帰ると真っ暗です。それじゃ、何もできんか。その間に、菊が大変なことになって、使い物にならなくなります。じゃあ夏菊だけか。ところが、夏菊の大輪をせっせと世話して、夏場に使います。そのまま放っておくと、見落とした脇芽からヨロヨロと伸び、秋になると小菊のような花を咲かせます。
二度咲きか？二度咲きではありません。一期先の大輪ですが、二度咲きのように使えます。花の形は異なりますが。まあ、自分家の仏壇に備えるだけじゃから、使えたら何でもええけど。あと、柑橘は今年からやめました。芽がたくさんあったように思ったが、単純に霜にやられて、全く使い物にならないからです。ホナビニールハウスがあれば大丈夫か？そうなりますが、そこまでは手が出んので諦めました。定年でも迎えたら考えます。ということで、今回は苗の採取と管理、家庭菜園では夏菊が扱いやすいをお伝えしました。参考になれば幸いです。